ございます。おはようございます。かなちゃんです。はい、久々です。久しぶりです。かなちゃんはよく虎ノ門プラザで練習してるのを見かけてます。はい、すいません、カツコツとね、いいよね。で、今また最近ハマってるのがありますよね。最近は前の悩みはスライスだったんですけど、でも最近はちょっと理論を勉強し始めて、桑田泉先生のクォーター理論っていうのがあるんですけど、はい、そのレッスン動画にめっちゃハマってて、うん、今絶賛理論勉強中です。いや、でも理論からゴルフを学んで変わったこととかありますか？まず弾道が変わったのと、あと自分がじゃあスライスボールになっちゃった時に、なんでスライスボールに出たんだろうとか、あ、今チーピン出た、なんでチーピン出たんだろうっていう理解ができるようになったから。ミスの、そう、ミスの理解が、原因が、そう。で、どんなことを練習場でやってるかを知りたく、まあ一番最初どのクラブから打つとか、うん、こういうショットからやるとか、そういうのを今日聞きたいと思います。はい、まず何から練習するの？一番最初はやっぱアプローチから始めます。 サンド S でどういう練習から始めるんですか？最初は15ヤードから桑田先生のクォーター理論では S1、S2、S3 っていう体の使い方を組み合わせてフリスするスイングをする。へー。その最初のこの15ヤード振り幅のやつが S1 のは、下半身動かさず上半身の振り幅だけで打つアプローチを S1、 下半身が動かさない、下半身動かさない、肩だけで、はい、なんかまっすぐ上げてまっすぐ出して頬を描く感じとか。あ、なるほどなるほど。それを下でやるみたいな。そうそうそう。それを結構ひたすらやるの最初。何球ぐらいかな、100球ぐらいかな。今30ヤードのアプローチかな。30ヤードのアプローチ、30ヤードのアプローチ。私の中で30ヤードは腰から足に行くの時は S2 で、これめっちゃ私の毒。いいよいいよいいの、もうかなちゃんがやってることでいいの。間違ってたらごめん、桑田先生。いいんです。上半身だけをまず右に向けます。下半身固定で、固定ね、はい、固定します。上半身だけを右に向けます。で、この状態のまま下半身だけを左に向けます。もうそうすると自然にクラブは、あ、遅れてくる、戻ってくる。これが S2 です。これも100球ぐらいやるの？これの方がいっぱいやるかも。あ、そう、やります。で、桑田先生の S3 理論は、お、 S3 この S2 の動きは体、まあ、体の動きだから、まあ、スライスが出る要素なんだって。おー。で、S3 の動きは手の動きなんだけど、まあ、手落ち、手のローテーション、この手の動きはフックが出る要素なんだって。だからその S2 と S3 がスライスボールとフックボールを合わさって体の動きっていうのがまっすぐ立ってるよっていう。じゃあ2はスライスの動き、3はドローの動きみたいな。そうで、重ねるとまっすぐ、まっすぐ。3は手の動きで、うんうん、手のローテーション、まあ、手打ち。いいじゃん、左に行ってるよ。うんうん、でもどれぐらい経ってる？いつもの。200球ぐらい。200球ぐらい。1時間以上かな。1時間未満ぐらい。未満ぐらい。からなんか得意な、あ、やりたいクラブ。だいたい次には7番。7番。オッケー。7番もまずは S2 の動きからやります。はい。練習の中でアイアンを1、
アイアンはあんまり手のローテーションはしないやつ。ああなるほどね。2の方強めにね。2の方強めに。3を弱めにね。S3 弱めで。S3 弱め。おいいよ。だからでアイアンがよしよし、今日は7番当たるぞと思ったら次がウッドに。あ、ウッドのアイアンどっちが得意？え、ウッドの方が好き。でも最近やっぱね、この理論をしてからアイアンが打てるようになったから、すごいなんかアイアンは嬉しい。7番まではなんか大丈夫かなっていう、ちょっと自信になってきた。S3 強めでね。そうか、ハーフショット効果が出てる。うん、いいね。これはかなちゃんの練習方法です。はい。最近ドライバー調子どうですか？良い。良い時と悪い時の差が激しい。悪い時は本当もうスライスやった。スライス。でもなんか分かってるんだけど体ができない。なんでスライスになるの？ドライバーもさっき言ってた同じ練習をやってるの？やってる。あ、ドライバーはね基本握らないかな。握らない。握らないで、もう練習もしないで。S と3と7番5番としか練習しない。あ、なるほどね。じゃあもうコースだ。ドライバーはコースでやってみてみたいな。でもやっぱドライバーが悪いからウッドも悪い。いいじゃん、いいじゃん。でも、かなちゃんのスライスはさ、大きくスライスじゃないよね。なんかまっすぐ飛んでて、最後ちょっと右に行くぐらいじゃない？でも嫌だよ。嫌だ、嫌だ。まっすぐがいい。ドライバーはじゃあさ、3を強めにって言って。3を強めにしてる。で、ね、最近は本当にドローばっかなんだけど、やっぱ本当に調子悪いと、スライスが。お、いいじゃない今。ダフった。うん。なあちゃんはそのドライバー長いの？歴は？1年ぐらい。お、いいじゃん。いいよ。当たるとやっぱ楽しいよね。楽しい。体の…うちの様の方が好き。あれ今の今の強いよね。引っ掛けてるけど、あ、こういうスライス、まあ程度スライスより今の引っ掛けぐらいの方が好き。なんかもともとスライサーだから、こうやってこうやってクラブってみて、そのままでこのままでこうちの球の方が好きなんだよね。これで練習しようか。そう、あ、悪い。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はなんかあの私も知らなかった理論ちょっと見てみる。本当に見てみて、うん、でもね、何回か見たことあってちょっと見てみます今度。なんか桑田さん教科書持ってこようと思ったんだけど忘れちゃった。教科書持ってんの？教科書ガチでしょ。学生以来勉強してるの初めて。へ、えー
日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、リンゴルフのチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。今度デコボコ2人に並んでラウンド出てもらいます。では、来週デコボコファンキュー。